ね、清掃というのは、まあ、どういう形で清掃するかで、大体、まあ、こういうあの、ドレインクリーナーって言われるものか、まあ、もしくは高圧洗浄機かっていうのが、この2つだったんですけども、まあ、その時、今、一長一短っていうのがあって、このワイヤー式のこのドレインクリーナーというのは、どちらかといえば完全にもう閉塞して詰まってるとか、まあ、何かしら異物が、入って、それを取り除いてあげるかっていうのが、割と主たる目的で、高圧洗浄というのは、どちらかといえば、その、壁の内面にこうついた、例えばバームクーヘン状になっているんですね、体積物、スケール物、油物、尿石だったりとか、でただなかなかちょっと高圧洗浄も取りきれないっていうものがあって、それに対してちょっと、まあ、新たな概念の整備としてこういうプレートをしたとかで、まあ、先端にこういうチェーンがついてまして、まあ、動力としては、まあ、電動ドライバー、これを言うならば、ここにこういったちょっとシャフトがついてるので、それでまあ普通の電動ドライバーでチャックでこう締め込んでもらって、ぐるぐる先端のチェーンが回りますので、普通にこういうふうになると、もうあと壁の内面をこう、そぎ落とす。割とエルボーなんですけど、極端をせずに。使うときはですね、まあ、現場で使うときにはこういうちょっとまあ OS を用意してもらってですね、まあ、ケーブルを使うと。なかなかね、難しかった尿石であったりとかね、そういったのも割と取れるっていうのと、あとまあ何といってもちょっと利点としてはまあコードレスで、まあ本当もう狭くし現場とかですね、本当この本体とこの電源だけ、まあ、持っていってもらえれば、まあ、もう一人でも作業できますし、言うならば高圧洗浄機の下準備ですね、なんか養生引くとか給水をどこから引っ張るとかですね、それでも心配せずに。でまあまあ、こういった形で、内部のケーブルの中にこういう金属のケーブルがあって、その先端にこうチェーンがついているので、まあ、こう汚すこともないので、非常に清掃には、まあ便利な商品です。あとですね、まあ、カメラですね、どうしてもちょっと高圧洗浄と一緒にこうカメラっていうのは、同時になかなかこう水流が来るので、なかなかちょっとこう後追いでは高圧洗浄が無理なんですけども、この場合って特に水が出るわけじゃないので。カメラも同時に並行して入れながら、状況を確認しもって、清掃できる、まあ、そういう利点があります。